皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、自宅教室業3年以上の先生が集客がうまくいかない3つの要因ということについてお伝えしていきたいと思います。え今回のお話はですね、すでに教室開業をしていて、まあ、3年っていうことは、あの、1年で潰れてないわけなので、え何かしら もがきながらだったとしても、生き残り、そして教室業を続けているという3年です。なので、あの全くあのお客様を相手もしていないんだけれども、3年っていう教室の看板を下ろしてませんっていうだけの人とは話が違います。一応お客様も回しているけれども、まあ、例えば人数がそんなに増えないけど、なんとなく 潰れない程度にはできているというようなケースもあるかもしれないしそこそこ集まってはいるんだけれども収益が出なくてつらいという状態かもしれないし、まあ、いろいろあるんですけれども開業1年目で教室を潰していないというだけはまず1つの場はクリアしたということになっていますでその方が3年目にあたって 集客がうまくいかなくなり始めるとか行かないとかっていうときに、まあ、見直してほしいこととかちょっと考えてほしいこととか、まあ、そういったものもありましてそれをちょっと今日はまとめて3つの要因ということでお話をしてみたいというふうに思いますですので全体、えー、と前提条件がゼロからの人ではないということですねここがまず1つ違うよということでお話を聞いていただければというふうに思っております はい。それでは、えー、まず、そのメインのね、えー、要因をお伝えしましょう。えー、まず、三つの要因ですね。一つ目が、えー、っと、市場を、えー、っと、市場は普通に、あの、位置っていう字にバーッと書いて、市場ですね。あと、ビジネスモデルの見誤りですね。見誤ってしまったということがまず一個です。で、二つ目が、えー、っと、全体設計の失敗ですね。 はい。あの、全体をきちんとルートに乗せて設計するって、ここを失敗しちゃってるケースですね。で、3つ目が、ペルソナさんのズレです。はい。こちらが、あの、要因になってきたりとかしております。一つ一つ、これからね、解説をしていきたいと思います。まず一つ目の、市場ビジネスモデルの見誤りなんですけれども、 これは、例えば、あの、どんな方をね、まあ、呼びたいかっていうときに、うん、その、そうですね。じゃあ、わかりやすいから、えっ、ー、と、米粉とかっていうね、市場っていうものを考えましょう。で米粉っていうもの自体が、えっ、ー、と、今、ご自身が過ごしている時代において、どういう認識を市場がしているのか、ということですね。はい。その時に、 自分の立ち位置を決めるっていうことが必要になるので、まず市場認識っていうのをやらなくてはいけないんですよ。市場はつまり、えー、っと、世間の状態ですねで。私の例で言うとですね、私、あの、早いものを取り入れるのが得意です。なので、割と目の付けどころは基本いいんです。ですけれども、過去の経験値でですね、米粉を取り入れたのが早すぎました。<laughs> 早すぎるとどういうことが起こるかっていうと「米粉何それ」とか「米粉おいしくないよね」とか「パンの方が小麦のパンの方が美味しいじゃないか」という時代にこれから来るぞと思って私米粉を習いそして米粉のパンの、えー、どんな感じかっていうね自分のお客様を使って調査したんですけれども早すぎるとですね 何それっていう状態で啓蒙活動から始めないといけないんですよ。米粉ってこういうふうにね、体によくってとか。今みたいにとても楽なうーんとグルテンフリーとかっていう言葉もなかった時代なんですよ。米粉ってアレルギーの人のためのパンだったんです。だからその切り口だともう本当に市場が狭くって限られてるんだけれども、これから市場が伸びるだろうという未来にかけて、 習いそしししてて提供しようとたたんんでですすこれは当たってるんですだって実際にその後米粉の市場は爆発的に伸びたからですだから合ってるんですよ合ってるんだけれども私、えー、っとすぐに、えー、っとその時に撤退しました、えー、理由はまず市場がついてきてないって思ったんです私の考えとその欲しがる人のズレがまだ大きい、えー、要は 市場って熟すために、まあど、導入期、成長期、成熟期、衰退期って必ずこのプロダクトライフサイクルっていうのをどんな商品でも必ず辿るんですよで。私が導入しちゃったのは導入期よりさらに早い、もっと早い時期だったんで、人が認知してない状態で商品売ってくってすごい難しいんですよ。だから、売るのであれば皆さんが認知してるところでいいよねって思ってもらえる状態で 投入するのが一番いいんですよ。だから、導入期、ちょっと過ぎたぐらいです。成熟期のピークを迎えるちょっと前です。なので、私、8年早かったんですよ。米粉を入れるのが。3年先ぐらいのビジネスをやるっていうのがいいんです。だから、その市場がどういう状態になってるかを分かった上で、投入タイミングを見る。 市場に自分が入るっていう。だから常にアンテナを立てておかないといけないんですよ。次に何が来そうかとか、市場がどこの段階で熟成してきそうかっていうのを見ないといけないんですよ。これずれると、まあ、うまくいかないですね。はい。なので、うんと、米粉もものすごいブームになっちゃいました。今、どん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 成熟期か、場合によっては衰退期、ないし第二次、 米粉の違う形での形態でのブームに突入、こういう山をどって、こういう山をどって <laughs>、あの、突入しようとしているカーブをね、描いているところなんで、自分はその市場の中でどういう、あの、教室で投下していくかっていうのを考えなくてはいけないので、まあそこの見誤りをすると、当然売れないし、どの切り口で売っていくか、グルテンフリーっていう言葉がなかった時に使って、 えっと有名な芸能人とかタレントがそれで痩せたとかあの話が、ね、出た時にグルテンフリーという言葉が流行ったんですよ。それで使うということに乗っかればうまくいきやすいっていうそのいろんな要素をちゃんと見ているかということも必要になりますのであの市場がうまくいきそうな市場に自分が今行こうとしているのか衰退期のところに入ろうとしているのか タイミングをやはりしっかり見ていくっていうのは必要なことになります。はい、市場ですね。でもう1個はビジネスモデルです。ビジネスモデルっていうのはあのー、いろんなケースがあるんですけど、この間分かりやすかったのはやっぱ家業を継ぐとかいう時とかですね。それが古いビジネスモデルだったりすると今の世の中に 合わせていかないといけなくて結構大きな変革をしなくてはいけないのにそれをせずしてずっと続けていてうまくいかないとかっていうようなケースがあったんですね。これは ビジネスモデルっていうその昔のモデルをそのままやる場合にうまくいかないというケースが出てきます。でこれは教室業も一緒で昔のビジネスモデルのまんまうまくいかなかなかって第一次うまくいかない時期っていうのがおそらくねインターネットビジネス、要はネット集客が流行り始めたぐらいの頃、このあたりからズレが出てきてるはずです。つまり えー、紹介によって教室業って成り立つのが当たり前という一つのモデルがあったんですなぜならば自宅に人を呼ぶっていうことに対してのものすごい抵抗感があった時に知り合いなら呼んでいいよということで口コミで広がるのが地域密着自宅教室っていう一つのビジネスモデルだったんですよ当たり前っていう感じでだから教室がそこにさえあれば口コミで人が人を引っ張ってきてくれるっていうので成り立ってたんですよ ところがネットが流行りましたキーワードで人がそこに教室があることを探せるようになりましたウェブサイトを作ればそこを探してもらえれば人が来るようになるっていう紹介じゃなくても人が来るっていうモデルが出てきちゃったのがネットが普及したからですその時にもともと紹介だった先生がもちろん紹介は続けてるんですよだけれどもネットを上手に扱う先生は集客の幅が全国区になったんですよ でそうすると有名で栄えている教室があるで。それがネット上にまたどんどん露出していく。そうすると、ただ紹介でやってた先生というのは紹介頼りになってしまうので、その人が紹介してくれない限りは仕事が入ってこないんですよ。で残念なことに、紹介ってコントロール基本はできないです。あの紹介口コミショ、口コミを起こす、えー、ビジネスの作り方とかあるんですよ。 あの、いろいろあります。行列を作るやり方とか。それは去っておき、基本、人が人を紹介してくれるわけだから、コントロールできないんですよ。例えば、あの、じゃあ6月売り上げ足りないから、A さん、あなた、ごめんなさい。私のために5人紹介してくれますかって言って、その人5人紹介してくれますか気持ち悪くて二度と来ないですよ。そんなお願いされちゃったら。だって私が売り上げ足りないから、 あなた5人紹介してくださいよって押し付けられるんですよ。紹介ノルマ。何も見返りなしに。まあ、見返りあっても気持ち悪いですけどね。<laughs> だから、このあたりが、あのー、そのビジネスモデルの組み方が変わって、同じ業種業態でも。で、それを見誤ってると、ネット全盛の時代に、それにそぐわない集客をしている、そぐわないビジネスモデルで展開していると、当然うまくいきません。 はい、なので、そこ、間違ってないですかっていう、全体を俯瞰してみるっていう目が、3年やってたらそろそろ見てほしいなというところはありますね。はい。これがまず1つ目です。で、2つ目が、全体設計の失敗です。これが結構私、多いと思っていてうん、コンサルティングの初回面談とかでお話をすると、そのあたりのズレっていうのを非常によく感じます。 良、えー、くも悪くもですね、ネット集客が流行りました。で、いろんな手法が出ています。うん、それが例えば、まあ今だと教師の先生だとインスタグラム集客ですかね。はい。インスタグラム。まあ、地域はその前だったらフェイスブックとかね。あのー、いろんなそういう何かツールに頼った形での集客で、えっ、ー、と、集客の形の一つ。 とししてはももちろん評価できるののだしその専門のコンサルタントがいてその一人の言う通りにやるっていうことでうまくいくっていうのは初期の頃って結構あり得るんですよ。ところがそれって永遠にやり続けないといけないんですねそのツールに頼ったやり方の場合は。であと いろんなことを教わっちゃうから、いろんなことをバラ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 に組み立てていっちゃうんですよ。アカウントは作った、でもよく運営できない。アカウントは作った、よく運営できない。アカウントだらけの人って結構いて。これはやっぱり、あの、ウェブ集客、ネット集客の講材だろうなっていうふうに思ってるんです。あと、その方が軸を持たずに、いろんな方のアドバイスを聞いて、ただただ、あの、アカウント作っちゃっただけみたいな人とかは、 当然それが労力はかかるわ、成果は出ないわという行動しない人よりはマシですけれども全体をつなぐやっぱり一本の線がないとすごく効率悪いんですよ。だから極端な話その人がバラバラに持っていたものを整理して一本の筋にし直して、えー、見せ方と属性をしっかり 属性ターゲットですねしっかり決めて発信変えてもらっただけで売り上げが倍になるなんていう人ざらにいますので倍以上ですよ、インパクト5倍とかいう10倍という人もいるしそれぐらいバラバラに動いているっていうのはあーとすごく非効率なんですよで、ここで1つ問題になるのはあなたが組めますかっていう話なんですあなたが自分で組めるしかもそれがうまくいくっていうんだったら自分で組んだらいいんです。 だけれども、大概うまくいかないんですよ。だからうまくいかないんです。えー、3年目で止まっちゃう理由は。だからそこで一生懸命、一個のことで頑張ってて、うまくいくっていうのは全然構わないんですけれども、うまくいかなくなるときってうまくいかなくなるんですよ。なのでそのときには、やっぱりそれを見て,いた見てくるみ、見ることができる、えー、全体設計を見ることができる人の知恵を借りるっていうのは、 結構必要なことになります。だからどこの段階で全体設計を見ることができる人の知恵を借りることができるのかっていうのは一つポイントになるかなと思います。3年やってきて SNS まあまあ使えててで全体設計の構築を次にはそろそろちゃんとしなきゃいけないなと思う頃には、えー、それをコンサルタントに相談するなり企業塾に入るなりまあいろいろありますからね今ね。ご自身の内容に合った ものっていうのは選んでいく必要があると思うんですけれども、はい、そこの全体設計の失敗ですねここっていうのは結構うまくいかない要因の二つ目で大いにあり得る話になりますなのでさっき言ったように極端な話内容整理してむしろあのやるべき内容を減らしてきれいに一本化した方がうまくいっちゃう人っていうのも多いのも事実です はい。なので、学びにお金を投下するのはいいんだけれども、自分が自己を持たないで、のべつ幕なしにいろんなものを習いに行くっていうのは、非常によろしくない状態だなというふうに感じているのが2番目の要因のところです。で3番目が、まあ、一番あの大事なところではあるんですけど、えっと、ペルソナがずれてしまっているということです。 えとこれはご自身の、もしかしたら途中のノリとか思いつきでどんどん変わっていっちゃってるケースとかがあるんですけれども作っているサービスと募集しようとしている人が欲しがってるものと一致してないケースって結構多いんですよ伺ってると。で当たり前なんですけどそこずれちゃうとですねあのいくらいくら集客してもその後ろのものを欲しがらない人を集客することになってしまえば当然決まっていかないんですよね。 だからペルソナと呼ばれる、えー、その商品をサービスを欲しがる人の人間像と自分が作っている商品本当に欲しがっているものと合ってますかっていうのは、えーまあそうですね、1年にいっぺんぐらいは大きな感じでちゃんとチェックした方がいいですね自分も無意識のうちにどんどん商品設計とずれていっちゃってる可能性があるからです来て欲しい人と商品がです。 そうすると結局決まっていかないことになるし決まったとしてもずれてるから満足度がずれちゃうんですよいまいちだなってそうするとリピートにもならないんですよリピートってやっぱり必要でそのリピートの商品までをどう組むかっていうのも考えるっていうのも結構大事なんですけれどもそもそもの入り口が間違ってしまうと制約率も低いんです結局フィルソナーがずれちゃってると だから制約率が低いということはめちゃくちゃ集客を頑張って頑張って頑張ってってあのー、やっていても制約率が悪いと利益にならないので,で集客自体もうまくいかないし制約もうまくいかないっていう割と致命的なのがペルソナのズレですで。これは無意識でずれちゃってる時があります。はい あの、商品作った時にこの人って決めた人がいろんな自分の途中の感情でずれていくっていうこともよくある話なので、あの、まあ、半年レベルでは見直してほしいんですけど、大きく見直しするとしたら1年に1度ぐらいはちゃんと考えて見直してほしいというふうに、はい、思っております。はい。なので、あの、一番大きいのはペルソナのずれが一番大きいです。はい。そこはね、あの、 ちゃんと定期的に考えてほしい領域ではあると思います。はい、以上3つになります。では、まとめて入りたいと思いまとめに入りたいと思います、えー。自宅教室業3年目以上の先生が、集客がうまくいかない3つの要因、えー。1つ目、市場ビジネスモデルの見誤り。2つ目、全体設計の失敗。3つ目、ペルソナのズレ。 この3点を、えっ、ー、と、停滞している方はですね、ちょっと見直してもらって、えー、どうやったらうまくいくんだろうかっていう修正と調整をかけてみていただけるといいかなというふうに思っております。以上になります。それでは。